争になったりして朝鮮有事というのが起こった場合、集団的自衛権によって日本は韓国と一緒に韓国を守って戦うことになりますので、皆さん頑張りましょう、ね、でがこの今問題の東アジア情勢が緊迫していることなのだが、誰が悪いと思います？私ね、誰が悪いとかあんまり言う言い方好きじゃないんだけど、これに関しては個人名一人名指して誰が悪いって言えますよ。東アジアの今のこの情勢の緊迫、誰が悪いと思いますか？ドナルド・トランプですよね。誰がどう考えても、普通単純に考えたらトランプ悪くね、これ。さ、キムなんとかさん、なんだっけ、主席の人は何年か前からやってるわけじゃん。今年になって急に悪くなったってことは、今年になってからなった人が悪いと思いません？どうだ。しかもさ、そいつさ、本当これまで50年くらいずっと、今朝鮮戦争ってあれ一応終わってなくて休戦状態なんだけど、休戦という非常に微妙なバランスを50年間だな、関係者一同、北朝鮮、韓国、日本、中国、ロシア、アメリカといった関係者各位が微妙なバランスを保ってなんとか戦争再開しないで頑張ってきたこの50年をだ、誰かさんが一人で潰しているんだよ、ドナルド・トランプ。てか、まあ、トランプ政権やね。トランプ政権はひどいね。別に他の政権がいいとは言わないけど、戦争が好きな人がめっちゃ多いわ、そこ。マット・ドク・マティスってプロレスラーじゃないですよ。国防長官の名前なんですけど、マティスさんっていうやつね。まあ、さんっていうやつねっていうのもひどいな。マット・ドク・マティス。イラクでね、司令官だった人。で、この人、海兵隊という、まあ、今沖縄に配備されてる部隊。アメリカの各国で戦争に行くときに、まあ、殴り込み部隊と言われている、最初に殴り込んでもうぶち殺す、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 ぶち殺す。そういうことをやってる部隊。海兵隊出身で初めて防衛大臣になられた方です、マット・ドク・マティスさん。マット・ドクですからね。そんなね、悪役プロレスラーみたいな名前の防衛大臣のいる国。てか、海兵隊ってさ、フルメタルジャケットっていうキューブリック の前半だけ面白い映画があるから、ぜひ見て。前半だけでいいから。でも後半も最後面白いんだ。まあいいや。フルメタルジャケットでさ、海兵隊の訓練が出てくるんだけど、人格壊すんだよね、まず人間の。人殺せる人間にすんの。で、フルメタルジャケットはまあベトナムだけど、ベトナムに送り込んで、殺人マシンみたいなウォーマシンを作る。で、しかも戦場に行って実際にそれを実践してくるから、まあ、ほら PTSD ってランボー怒りのアフガンとかあるじゃん。ランボーってシルベスタ・スタローンがやってるような。あとディアハンターとかさ、アメリカに今 PTSD、 戦争行って帰ってきて心が壊れてる人すごく多い。魂壊れてる人すげえ多い。マティスも多分それです。 PTSD で戦争中毒になってる人が防衛大臣をやっている。で、まあそれを任命したのがドナルド・トランプやね。かっこいいっすか、こんな米軍って。どうですか、米軍。かっこよくないと思いますよ。気持ち悪いです、私は。なんか米の空母がさ、こっちに来てるって、朝鮮半島近海に近づいてきてるっていう報道もおかしいよね。日本海に来てるってはっきり言おうよ。日本の近くに来てるんだよ、武装しまくって、いつでも撃てるやつがさ、日本に向かって。で、これかっこいいとか言って拍手喝采してんのおかしいと思う。まず日本守りに来てないから。あれ、100歩譲っても韓国を守りに来てるけど、実際韓国も守りに来てないから。朝鮮半島、朝鮮戦争がさ、今実際終わってなくて休戦状態であるという話をしましたけれども、朝鮮戦争の休戦協定の主体ってどこか知ってます？北朝鮮と韓国じゃないですよ。北朝鮮とアメリカです。戦争当事国アメリカなんですよね、あれ。でだ、まあいいや。カール・ビーソンというやつの本当映像を見るたびに気持ち悪いなこれと思って、もうさ、撃つ気満々みたいなやつがいるわけじゃん。今対馬沖通ってんだよ、狭い海峡を。こんなもんが通ってきて誰がビビってると思います？カール・ビーソンに、アメリカの空母カール・ビーソンにビビってんの誰？北朝鮮じゃないっすよ。あれにビビってんのは日本と韓国ですよ。やられる
もん、やろうと思えばやれるもん、日本だって韓国だってアメリカは同盟国を平気で打ちます。アメリカという国はこれまでに何回も例はあります。でさ、この間日本にペンスという、ね、副大統領が来ていて、日米経済対話かというのをやっていたんだけど、TPP がごしゃったから FTA をやりたいとか、逆に TPP にしろとかなんか言ってるけど、結局すごい不平等条約、アメリカに有利な条約を結果的にはまあそいつが来なくてもやるんだろうけれども、押し付けてきました。その時にさ、アメリカの空母が日本に向かってきてるわけよ。空母が日本の方に向かってきてる状況で日米経済対話やられて、まともな経済協定って結べると思います？私ゼリーかと思ったよ、本当。江戸時代にさ、アメリカに開国しろとか言われて軍艦で脅されてさ、それ以来何十年も不平等条約続いてたっていう、ゼリーかお前はって思った。それから韓国ね、韓国はさ、大統領選挙だよね、もうすぐ。こんなさ、アメリカの軍艦がフル装備で来てる中で、アメリカに物言える大統領を選べると思う？どう？韓国の皆さん、選べないっしょ。脅されてるのは私たちですよ。カール・ウィンソンに脅されてるのは私たち。本当ですよ。これまさかと思うかもしれないけど、去年ブラジルでさ、オリンピックやってる時に大統領いなかったって話知ってますかね。大統領がね、弾劾裁判に引っ掛けられて、まあ、国会で罷免されるんだけど、その時にで、その大統領、そんなめちゃめちゃ反米の人じゃなかったんだけど、アメリカに有利な副大統領が大統領の地位を剥奪して自分が収まりました。その時にアメリカは南米で唯一展開しているパラグアイの軍隊をものすごい強化して、はっきり言えばブラジルのことを脅してたんですよ。その状況下でクーデターが起こって、アメリカの言うことを何でも聞く人が大統領に変わった。ブラジルでですよ、オリンピックやってた国でですよ、去年ですよ、そういうことやってんですよ今もね。あとね、カール・ウィンソンっていうのが私気に入らないのはね、原子力空母なんだよね、あれ原子力だぜ。あと韓国の方に原子力潜水艦来てるよね、アメリカの。原子力だぜ。日本人の皆さん、日本人の皆さん歩いてる、もうちょっと原子力とかさ、核ってもんにみんなアレルギーになった方がいいと思うよ。原爆2発落とされてんだよ。原発1個爆発してんだよ。あ、3つか。原発3つ爆発してんだよ、この国。もうちょっと原子力って聞くだけでマジかよ、やだよ、そういうのって。言おうぜ、日本人ならさ、どうなの。でだね、北朝鮮がミサイル実験をするから悪い国であるから、アメリカがやっつけてくれてサンキューとか思ってたら本当大間違いだし、でミサイル実験ぐらいだったら、じゃあ何、ミサイル実験やったら悪いのって言ったらさ、アメリカも脅しのためにこの間ミサイル実験をやってまして、私それすっげえ腹立ってんだけど、なんかさっきから腹立ってる話ばっかりだな。当たり前か。カリフォルニアからさ、アメリカの、なんていうんだあれは、自治領じゃなくてなんていうのかな、今米洋のバーシャル諸島っていうところに向けてアメリカはこの間ミサイル実験をしました。カリフォルニアからバーシャル諸島に向けてミサイルをぶち込みました、あの国実験で。バーシャル諸島ってなんだか皆さん日本人だったら分かりますよね。大丈夫ですか。多分分かんないと思うけど、私は分かるからムカつく、ありがとう。1956年3月1日にビキニ水爆実験があって、日本の漁船第五福竜丸が被爆をしたところです。で、マーシャル諸島では何回もアメリカの核実験が行われています。マーシャル諸島の人たちはそれこそ今の日本の福島みたいに、ここには住めないっていうようなところに帰れと言われて帰されたり、逆に無理やり移住させられたり、散々な目に遭ってます。保証金もろくに払ってもらってません。犠牲になってるんですよ、辺境が、アメリカでもね。で、そんな散々犠牲にした、核実験の犠牲にしたマーシャル諸島に向かって、平気でミサイルをぶち込むような、自分の国の一部にミサイルをぶち込むような国、それがユナイテッドステイツオブアメリカ。アメリカの国民のこと悪く言ってんじゃないよ、政府だよ。そういうことをするね、あの国は。
もう犠牲になってる人のところにさ、これは犠牲にもうなってるやつらだからもっとやっちゃっていいよねってやるのって最低じゃん。それまあアメリカだけじゃないよね、日本もやってるよね本当にね。でそんな風に自分の国の中のマーシャル諸島に向かって平然とミサイルぶち込んでるようなさ、 USA が日本とか韓国守ると思う？同盟国とか言ってるけど、同盟国って向こうは言ってないからね、しかも守んないと思うよ。日韓、日本と韓国脅されてるだけだと思います。で脅されて何してんのか、行動訓練ってやるよね、やらされてるんだよね、あれ金出してんのこっちですからね。たかりじゃん、カツアゲじゃん、これじゃあさ、ほんとなんてのかな、もう暴力的なさ、紐がいるやば困った女になってるような気持ちになるけど、まあ日本が女であるということを言うと愛国的な人が怒るから、じゃあ男として例えるとすると、僕が日本だとして、僕に双子の弟がいて、その双子の弟の片っぽが引きこもりで家庭内暴力をするやつなんだけど、でだけどその根本的な原因としてお父さんがすごく乱暴な人で、僕のことも双子の兄のことも双子の弟のこともボコボコに殴る人でっていうような家庭みたいな気がするな。例え話分かりにくい、ごめんね。怒られてさ、怒られて気持ちいいっすか？強い、一番強いやつにだったら怒られてもいいとか、一番強いやつにだったら平子ら従っといた方がいいって、そりゃそうなんだよ、理屈としてね。一番強いやつに逆らったらもう死ぬかもしんないからさ、ヘラヘラしてた方がいいかもしんないけど、ヘラ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 70年やっちゃったってのもまずいと思うわ。本当あのアメリカという国はいろいろひどい国だと思います。あの本当アメリカ人の人のことを悪く言ってるわけじゃない、アメリカ人で私好きな人もいるし、いるしがいいんですけど、政府はそういう政府ですよ、あそこ。そんなことないよ、アメリカいいよって言う人いるかもしれない、いや別にそういうその土地とかね、そういうところはいいかもしれないよ。でゴールデンウィーク GW だからさ、ハワイに行く人とかいるかな、もうハワイ行く人はもう行っちゃったか、まあ5月、3日ぐらいから弾丸でハワイに行く人もいるかもしれないけど、ゴールデンウィークにハワイ行く人いたらそんな金ねえよって思われたけど、ゴールデンウィークにハワイ行く人いたらちょっと空見上げてみ、オスプレイ飛んでるかもしれないから。オスプレイっていうのは日本にも来てるんだけど、米軍にも来てるし自衛隊にも来てる、結構ねこれ落ちやすい飛行機なんだ。で落ちやすいからね、米軍の軍人の人たちみんなそれ乗るの嫌ってんの。それとそれが上通ると嫌だなってみんなが思うのね。でこのオスプレイっていう飛行機、アメリカではハワイ上空でしか飛べません。アメリカ本土では飛べないんです。つまりそうやって自分の国の中でも端っこの方にあるハワイね、真珠湾で犠牲になったとか言ってるけど、そんなハワイに対してまたオスプレイで犠牲にしてる。まあ日本も同じだけどね。日本のそういえばオスプレイってさ、沖縄にだけ飛んでるから別に俺ら関係ないから安全とか思ってたら甘いよ。横田に来てます。横田すぐそこですね。それから今度木更津で整備しますね。横田木更津ルート、はい、 Google マップで見てみようね。東京の上空通りますね。実は結構うちの上空を横田の飛行機が、横田の飛行機と思われるものが飛んでて、オスプレイじゃないんだけどね、まだ C-130 というやつなんだけど、よく飛んでてさ、これオスプレイだったら嫌だな、ああいう落ちやすいやつ、まあ他の飛行機でも嫌なんだけど、こちら、その中でも沖縄であるとか、アメリカ国内であれば、端っこの方、彼らが犠牲にして何とも思わないようなハワイを、ハワイだけで飛ばしてる。これズバリ言えば落ちやすいってことだからね、本当。そういうのってさ、あっちの方だったから良かったなんてついみんな思っちゃったりしませんか？あっちの方だったから良かったじゃないよ、本当。気がついたらそれあっちじゃなくてこっちになってるかもしんないし、こっちじゃなくてあっちだとしてもまあやめた方がいいと思います。
何だったら殺されてもいい、一番強い国にだったら土下座したり従ったっていい、そういうことを70年間やってきちゃいました。70年っつったら一人の人が年取ってじいさんになったりばあさんになってるそうですよ。いい加減やめようぜ。それこそ戦後レジームから脱却しましょうよ。Go in the USA, Go in the USA, Go in the USA からはいい加減もさらばしましょう。疑いましょう、いろんなこと。以上です。ありがとうございました。はい、スタート。